はい、8月2日ですね。はい、暑かったですね。はい。えっ、ー、と、休み明け、休みというか、あの、えー、体調を悪くして休んで、えっ、ー、と、それで今日いい、まあ、来たんで、ね、まあ、行って帰ってきたんですけども、えっ、ー、と、うん。いやー、だですね。同じミス、同じミスを何回も繰り返しますね。結構ね、あの、うん。 うん、どうすっかなっていうやっぱりあのうんうんいざなげあのねあのクビになってもいいやって思いながら応募してうっかり受かってしまったっていうところでもやっぱりなんかあの人になんか人になんかあの、うん、怒られるのはもちろん嫌だし。 うんなんかあの失望したよっていう顔をさせられさせるのもまた嫌なもんですねえーはあ、まあね、はあ、通うことが仕事の通うわけ通うことが仕事だって言い聞かせてまあ明日も頑張ろう頑張ろう,、うん頑張ろう さて今日は、えーとまあ、軽く触れときますか、えー、とニュースの記事は共同通信さんの記事ね、えー、なんでんつけたんだろう。<laughs> まあいいや、えー、ガーシー渡航届は不許可参院議員参,参院議運営委員会か全会一致でっていう与野党は2日の参議院議員参院議員運営委員会議事会で NHK 等のガーシー氏が提出した海外渡航届を許可しないことを前回一致で決めた。同党はアラブ首長国連邦に滞在中のガーシー氏が3日召集の臨時報告国会に欠席するとして渡航届を提出していた、えー。国会法は議員が召集日に登院するよう定めている。理事会では納得がいく理由がないとの意見が出た。帰国して出席するよう N 党に働きかけることも確認した。 渡航届は7月26日を開始日とし終了時期は未定としている渡航理由は政治経済事情調査と記載,記載されているというのが、えー、共同新聞の記事なんですけれども NHK 党に入れた人に関しては、えー、これでいいのか本当にこの人を選んだのかっていうのが、うん、ちょっと私は疑わしいなっていう,、ね、うんなんでだろうなっていうあのー うん、まあね、見破れなかった。国民が悪いっていうのもあれですけどね。あの、もう帰ってくるつもりはなかなないですよ。っていうのをきっちりと公約に入れて欲しかったですね。なんかあのうん、あのね。nhk の投手の,の他のニュースでもなんかあの橘の投手ですか？nhk 島の。 えと国会をバカにする議員が一人ぐらいいてもいいじゃないって言うんですけどもまあいて,いてもいいけど、うん、こなんていうのかな投票前に公約として言ってほしかったな私は国会をバカにする議員になりますって、うん、そしたら受かったのかなとか何か思っちゃうねそれがね、えーうん、まあいいけどねなあもともとあの政治に期待しちゃいねえから別にいいけどさ、うん まあね、ってだって公約なんて言ったもん勝ちだしあの耳障りのいいものをねそして騙された国民が悪いって言ってりゃいいんだからねまあでもまあねじゃあお参りこうしてやりゃいいじゃんって言われたらそこまでなんでね、まあ、受かった段階でそこ,ののこの人たちはまあね一定以上のなんか努力はしたんだろうっていうふうな。 ね、そこの部分での評価をしなきゃいけないからなっていうのもありますね。えー、まあ、ねまあ、本日はここまでです。